ワロップス島はアメリカ合衆国先海岸のバージニア州の東部海岸に横たわる6平方マイルの島。アメリカ合衆国先海岸に横たわるバリアー諸島の一部、バージニア州アコマック郡に位置しており、この島のすぐ南に旅行者に人気のシンコティーグ島が存在する。現在のワロップス島島内の人口は434人である。 ワロップス島はもともとケゴタンク島として知られていたが1692年4月29日に英国国王によってジョン・ワロップスに与えられ名前が変わった。バージニア・コモンウェルズが未納分の税金の代わりとして財産権を差し押さえるまで所有権は年ごとの分割払いだった。1877年からは所有権は再び分割され、 ワロップス島クラブの様々な自宅舎に所有されるまで1889年までさらに細分化された。このクラブは1933年にはロップス、島連合会社として合同で引き受けた。連合の会員とその家族は夏の釣りや水泳などで過ごすために島を使った。また、1940年代中頃までは羊、ヤギ、ポニーなどを放牧していた。 1945年の7月には観測ロケットの打ち上げ施設が建設され始め、1947年にアメリカ海軍は航空兵器のテストのために島の3分の2以上をリース、レンタルして使い始めた。NASA の前身である全米航空諮問委員会はロケット打ち上げ施設のために少なくとも1000エーカーの土地をリースした。この名前は住所としては、 島の周辺の地域も言及している。この島は近年はロップス飛行施設に使われており、その南端には中部大西洋地域宇宙基地があり、ミノタウロスの打ち上げなどが行われているほか、ISS に対する物資輸送契約を結んでいる民間企業、オービタルサイエンシズ社も利用を行っている。ありがとうございます。